皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログはまだまだあるぞコスト削減というテーマでお届けいたします。企業経営というのは売上と利益を上げる一方、不必要なコストは削減しなければ利益が伸びません。しかし売上が良かったり業績が好調だったりするとついついですね、気持ちが緩んでしまってコスト削減のことを忘れがちになってします。そして業績が悪くなると急にですね、社長がコスト削減に力を入れ始めます。ただコスト削減というのは業績が良ければやらない、そして業績が悪くなったからやるというものではなく、企業経営にとってですね、コスト削減という意識は常に持ってその活動をしなければいけません。皆さんの会社にはコスト削減を真剣に考える部署はないでしょうけども、そういったプロジェクトはあるでしょうか。例えば定期的に集まる、1週間に1回集まってコスト削減のアイデアを出し合う、そしてそれを社内で遂行する、このようなイメージです。これを地道にですね、1年間続ける、2年間続ける、まあずっと永遠に続けるわけですけども、そうすることによってですね、かなり企業体質が強い会社になることは確かでしょう。最近コスト削減の話題をですね、ちらほらと聞くようになりました。一時は電気料、ガス代、水道代、まあ、いわゆる水道光熱費の削減、エネルギーですね、こういったものに注目が集まりました。その後はですね、例えば郵送代ね、郵送代にも注目が集まったことがあります。最近聞いて驚いたのは社会保険料の削減だったりとか、そして電気料の削減についても、もう新しい時代ですね、新しいやり方の方に入っていきまして、これも目から鱗のやり方があるんだなと思いました。その他最近そうですね、大手も取り組んでいるインクジェットプリンター、これの定額のこう使い放題のプランなんかも最近は登場しています。その他ですね、探すとも山のようにあります。テナント料金、例えば事務所を借りてば事務所の家賃、これの削減を専門にやっている方もいらっしゃいます。現に先日ですね、異業種交流会で、そのですね、家賃の削減を専門にやっているという会社の方にお会いしました。その方は東京に会社があるそうなんですけども、これからこう全国にですね、拠点を作っていって、全国の仕事もやりたい。ということでした。そしてこのコスト削減でですね、注目すべきことは、ほとんどのコスト削減が、成果報酬型なんですね。例えば電気代が年間で月100万円かかっていました。それが80万円まで削減できました。つまり20万円月削減したとなると、そこからの何割を、くださいというやり方なので、削減できなかったらですね、お金は支払いする必要はありません。そしてその支払う期間なんですけども、それも1年だったりとか2年と決まってますので、それさえ終わってしまえばですね、丸々削減分が、御社のメリットになるということになっております。ここに来てまたコスト削減の新しい動きがいろんな分野でありますので、今一度コスト削減について真剣に考えてみてはいかがでしょうか。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。